はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、緊急でですね、動画を撮影します。と言いますのも、バッドホップのね、ファンのキッズと思われる方から殺害予告を受けました。で、もう通報してあってですね、捕まるんじゃないかなと思ってるんですけど、何にがっかりしてるかといえばですね、なんて言うんだろうな、バッドホップってその日本のね、過酷な環境から勝ち上がってね、武道館まで行ったすごい人たちなわけじゃないですか。で、その人たちの音楽を聴いて、何を聴いてるんだろうっていうことですよね。彼らの音楽を聴いてやることじゃないだろうっていうことをまず思ったのと、そもそも僕が上げてる動画の中にね、言ってることっていうのは、バッドホップのラップは好きだけども、リリックが大したこと言ってないから、惹かれないと、全く惹かれないっていう言ってる。だけども、それが好きでね、聴いてる人たちは全然いいと思うから、それでいいんじゃないですかっていうことなんですね。で、なんていうのかな。で、人の話はまず聞いてないんですよね、日本人って。だから多分バッドホップの音楽自体も俺ちゃんと聞いてないんじゃないかなと思ってますよ。バッドホップのね、ラップを聞いてファンになってるであろう人たちが、こんなことをやってるんだから、絶対バッドホップの音楽をちゃんと聞いてないと思う。なんだろうな。でも、そういう人たちを、ほっとけないのが、現代アートの活動家、アクティビストとしての立場だから、一応通報はするけども、犯罪なんでね。僕は別にイリーガルなラッパーでもないし、ギャングスターでもないんで、ね。日本の警察を応援する側の人間ですよ、右翼ってのは。日本人頑張れと。日本の警察頑張れ。ね。日本軍の兵士頑張れっていうのが、日本の右翼のね、基本的な立場なんで、そういうことをします。通報だったりはしますけども、なんていうのかな。彼らみたいにね、頭のあんまり良くない人たちとか、お金がなくて困ってる人たちとか、そういう人たちを助けたくて活動してるわけですよ。ね。芸術の本質ってのは人類救済にあるわけで。わかる？人類救済って。意味わかんないかもしんないけど。だけど、やっぱり、弱ってる人たちっていうのかな。頭が弱かったり、頭が悪かったり、お金がなかったりして苦しんでる人たちを、いわゆるバビロンみたいなものは必要としてるんですよ。バカと貧乏人がいるから自分たちは金持ちでいられるっていう人たちがいるんですよ、世の中。わかりますかね？この、なんていうのかな、資本主義、行き過ぎた資本主義の中において、バカと貧乏人を必要としてる人たちがいるんですよ。で、最近だと南青山の、児童相談所の建設反対のニュースとかも多分みんな見てると思うんですけど、ああいう品のない金持ちっていうんですかね、ああいう人たちが日本にもいるんですよ、結構な数ね。で、そういう人たちはバカと貧乏にいてもらわないと困るんですよ。で、そういうクソみたいなやつらに対してふざけんなと言うべきなのがヒップホップだったりすると思うんですよね。もしくは困ってる人を助けましょうっていうのがヒップホップの本質なんじゃないかなと思ってるんですけど、そういう音楽を聴いてある、聴いているだろう、バッドホップのね、ファンのキッズと思われるね、人が、殺害予告をね、しちゃったりするってのは、なんともなぁと、
皮肉だなと思いますよ。まあでもね、やっぱりそういうヒップホップをね通してそういう人たちとつながれてるんで、まあいいことだと思うんですけど、まあ殺害の予告っていうのはね良くないからやめた方がいいですよ。犯罪ですからね。はい、まあでも、今例のそのバッドホップについて語った動画もね再生回数1万回ぐらいいって、そろそろあのランキングのやつもねアップしようと思うんで、まあ、時間がある人は見てください。今回は以上です。ありがとうございました。